3、2、3、はい。忘れたかしら赤い手拭いマフラーにして二人で行った横丁の風呂屋一緒に手を練って行ったのにいつも私が待たされた荒い波が芯まで冷えて小さな石鹸カタカタ鳴ったあなたは私の体を抱いて冷たいねって言ったのよ若かったあの頃何も怖くなかったただあなたの優しさが怖かった。あなたはもう捨てたのかしら。20色のクレパス買ってあなたが描いた私の似顔絵うまく描いてねって言ったのにいつもちっとも似てないの窓の下には立った泡四畳一間の小さな景色あなたは私の指先見つめ話し帰って聞いたのよ若かったあの頃何も怖くなかったただあなたの優しさは終わりましたね。今の撮った。
E... I'm not
寄ってみてください本のついていいんです。一度寄ってみてください。